表面上は綺麗なんじゃけど、ここの内側がね、うん、汚れと流してみようか。向きを変えてみると、どうしてこんな感じ、上と下で振動の具合が違うけ、では決まった指導です。はい、お父さんです。今日はこれ昔乗ってたやつをバラして、ちょっととある子にいろいろパーツを提供しようかなと思ってバラしている最中です。そう。で、この辺とかも結構いいフリーがついてるんで、これ多分ロックマンかなんかのフリーだって。ロックマンってあのゲームの？じゃなくて、でもうこれはトラにはちっちゃい、もうちっちゃいんで、このクランク欲しい方、一番小さい100、一番ちっちゃい子供用になんかカスタム考えてる人おられたら、このフリーはちょっと仲間うちにあげようかなと思うんだけど、トラカップに来てください。早い人じゃん。そうそう、早い人で1名だけ。これとそれに伴って DB もこれももう使わんのんで、でこれも特殊で、この BB がアメリカンサイズでから、アメリカンクランクっていうか、BMX の古い BMX なんかはこの一体ものの昔のやつを BB コンバーターっていうもんがあってから、これを入れて普通の最近の BB のサイズを入れとるっていうもんで、欲しい方がおられたらこれ引っこ抜いてあげます。で課題は、今日の課題はこれです。今ちょっと半分セットしたんですけど、ちょっとこの辺をとにかくこのコグ、これをね、みんななかなか外せれんのに、で外せれんっていうのは、要するにタイヤをしっかり固定するもんがないよね。でタイヤをしっかり固定する例として、こうやって絶対動かないものに挟んでる。で、こう挟んだ状態で空気を入れてあげる。こう挟んだ、こう取る、氷だ。あっ、氷がまだ、まあいいや。この状態でエアを入れてタイヤをしっかり固定してやります。こうやっけ、こう回すけ、多分動かんと思う。こうやってパッツンパッツンに空気を入れたらしっかり固定されるので、動かんようになるんで、でこういう風にしとってやって、こうしとってやって、でこういう端切れのいらないチェーンを巻いて、でこういう向きだけこうセットしてやって、これパイプレンチなんちゃうけど、このクソでかい、ホームセンターとかにある、ああ売っとるよ、なかなかこう、買ったら結構なするよ、するよ、工具だと思うんで、この状態でこう力入れます。そうするとほら、ぬるんと回ったでしょ。三菱って書いた。これ、あ、ちょっと、トラが使った分だけあんまり、なんていうの、ぬるんと言ったけど今、簡単に、だけど普通はいかない、固着しとってもこの方法だと取れるはずです、今結構ほら簡単に取れてしまったけど、結構みんなこれをね取るのにすごいみんな苦労しとるんだけど、普通は取れんの、ガチガチに固まって取れんのやけど、これ子供が踏んだんじゃき、そんな固着してなかったみたいで、ここまで固定せんでもよかったかもしれんけど、でもここまでがっちり見て、もうガチガチに固定しとる。そう、蹴ってもいい、え、動くよ。そりゃそう、こっちには動くよ。こう動かんかったらいいんだよ。あ、そういうことか、そういうことか。そりゃこっちには動くよ。だけど縦には絶対動かんよ。こういうものに固定してやって、そりゃこうは動くけど、こうは、こう動かんかったらいいんだよ。みんなこれがね、
固定の仕方がね、じゃけ挟んで後で空気を入れてやったら、うん、やってね、しっかり固定できるんで、結構錆びたね。まあこれ使えるまだ。うん、いやでももうこのタイプはね、いらんか。なんだろうけ。で一応工具が外れました。これもまあちょっときれいに磨いて再利用、パーツクリーナーで拭いて、ちょっとそうじゃね、この辺でこれヘッドパーツ使えるの？使えるの？いらん。これはじゃあき、あのいやもうこれもなんていう抜け殻っていうか、これ、うん、前はいいやつつけとったけど、うん、これ鉄じゃき、この辺のスペーサーとかはまあ使えるけど、ちょっと今もあまりにも小さくなりすぎたんで、うん、ちょっともう必要ないかな。まあこのままオブジェにしとくか、そんな感じで。どれこのレンコン、これどうぞ。これをポキッとやって取れるけど、多分これじゃあクランクは短いんで、またテコの原理でやりたいけど、うん、前みたいに単管を足してやって、こういう状態にしてやって、うん、こうやって、はい、うん、もう回った。え？今ので終わり。あ、そうなの。まあ意外と簡単にセットするまでが時間かかるけど、うん、実際子供が踏んだやつなんでそんな硬くないけど。うん、まあ以上です。え？それだけ外すのに。ただ、うん、すぐだった。すぐだったんだけど、これをセットするのに時間かかる。うん、普通にやったら無理できんの？うん、多分普通にこうやってコキってやってやるって外れるもんじゃないんで。うん。一応こういうふうにセットしてやれば、うん、悩むことなく。うん。まあ何でもそうだけど、うん、段取りが全て、段取りさえちゃんとしとったら、うん、外す行為自体は。こうやってこ力入れるだけじゃけ、うん、一瞬だった、うん、そんな感じで、あの部品は、うん、再利用っていうか使わなくなっても、うん、パーツだけは全然使えるんで、サイズアウトしても、うん、また、うん、別に部品自体はいいものだけ、うん、また再利用して、うん、まあ、このちっちゃいクランク欲しい方おられたら、何センチぐらい、何センチかな、110かな、一番ちっちゃいよね、うん、一番小さい、うん、身長110センチから20センチぐらいのちっちゃいお子様用の、うん、買ったらまあまあいい値段するんで、欲しい方おられたら連絡ください、うん、はい、はい、今日はこんな感じで、はい、じゃあ閉めますよ。はい、これ今第一波真っ黒になっちゃったんで、もう一回やります。ちょっと、これね、うん、まあ、チェーンの表面っていうのはあのすぐきれいにできるんだけど、この内側やね、ホクホクになってるけど、内側が、まあ、汚れを取りたい。で、チャーミーマジか、うん、ちょっとじゃない、うん、これをちょっとこう入れて、うん、で、まお湯を入れてやって、回り込むと。この表、これ、スイッチ入れる。うん。これ映っとる？映っとるよ。スイッチオン。したら、見えるかな？細かい汚れが内側の。待って、ズームじゃ。ズーム線でもこれを近づけたら、そう。ちょっと薄暗いか。ああ、こんな近づけすぎたら、ピントが合わない。この内側の、
汚れが落ちてくるっけ、うん、まあ、このままほっといて OK、うん、あんまりわからんけど、わからんな、ちょっとなんかじゃわからん、はい、もっとライトアップしてな、うん、ライトアップ OK、 表面上は綺麗なんじゃけど、うん、ここの内側がね、うん、結構砂が、まあ砂付きのあれで、まあ、この内側の汚れを落としたいんよ。で今何回かやっとるけれど、うん、そしたら結構だいぶ砂がついとって、うん、あれなんだけど、本当これプラスこれか、これをちょっとかけて、うん、で、これ汚れと洗わんでいい、まあ見てよ、見よってよ、うん、行くよ、うん、だいぶ大雑把に落ちとるけど、ね、まだもやもや出てくる、うん、いや熱くて指だっけ、うん、ここまで控えた、うんうんうん、こっちの内側へ、まあ、だいぶ汚れが落ちとって、うん、まあいい、これでまあ一遍流しておこうか、え、それも洗わない？いや、まだすすぎっていうか、まだ落ちるけど、こう、え、なんかすすいでから落としたらもっと落ちるの？いやいや、この状態でもう一回かける、うんうん、濁りはなくなってきたんだけど、うん、この間とこが取れる、ね、取れんね、取れてない、うん、浮いてくるかなと思ったけど、うん、向きを変えてやらんと落ちてこんな感じ、うん、上と下で振動の具合が違うけ、うんうん、直接こう当たっとった方が振動してから落ちるかな、うん、下のはもうやんなくて、下部分と上、あ、結構下のやつは振動しとる、ね、うん、分かるかな、うん、まあいいよ、まあ、こんな感じでもう1回か2回繰り返す、すすいだところ多分また汚れが、あ、出てくるな、うん、この辺があるんだ、うん、黒くなってきて、ね、色が、黒、なんか黒い汚れが、あ、でも出てくるな、汚れが出んようになったけど、上げてからちょっとドライヤーで乾かしたんじゃけど、うん、ピカピカだね、めっちゃピッカピカになったで、あんなちっちゃないチェーン見て、最初の状態取っとけばよかった、ね、うん、だけど、うん、いやほぼほぼ新品じゃんと思うぐらい、うん、こう見た感じ全然多分あんまり使ってなかったんだと思うよ、うん、これなんで放置しとったんか知らんけど、うん、これ全然新品じゃんと思うけど、うん、何よりこのプレートの隙間がめっちゃ綺麗になった、うん、まあ、ここの隙間ないよね、このわずかな隙間があるんだけど、う
そこの汚れも全部取れて、さすが超音波洗浄機ほぼほぼ新品状態に復活するという、うん、あんなきっちゃないチェーンが。え、使ってないのにきつなかった。これな、いやちょっと忘れたけど、うん、なんかトラの自転車に使ったんかなんかで、うん、まあ外して、うん、なんで放置しとったんか知らんけど、外した状態でから袋に入れて放置しとったけ、うん、まあある意味それで油がついたまま放置しとったけ、錆もせず、うん、油がついとって汚かっただけみたいだね。で、実質ほぼ新品、うん、という感じでチェーン洗浄終了です。お疲れ様です、はい、はい、ひょっこりはご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知音よろしくお願いします。コメントも。